な。僕には悪は許さん。ここでラシッドさん登場。始めようか。我が気は未だ定まらず。Select the order.表強にベニマルを当てて、じゃあ空手の順番、うん、ラシッドさんは、表強アッシュキムですね。さあ落ち着いた立ち回り、 MB の後が暴れ通しになる。トマトに押してるっぽいですよね、今のあの感動の殴りは、ね、はい、かなりディレイが効くんで、あ、みたいですね。タイク、あ、うまい。 MD が強い。さあ、今日はちょっと触りづらいのかな。さあ、こっからが強力なんですか。カウセが入る。こう対応できるんで、ベニマルはゲージがあればスリニークが釣られず、前線で逃げる。ワーキャンで MD と投げのタク、こう足が刺さる。うまく差し込んで、うわ、読んでる。ぶっぱなしに全く当たらない。あれは普通当たっちゃうところですけども、当たっちゃうよ、あれは。しっかり読んでる。ゲージを吐いてしまって、あとは1ゲージ。さあ、これもまたちょっと飛びが落としてくれないか。振り回るベニュアル。 DX 版はしっかりガード、小足が刺さる。うわ、苦しい。これガーキャンは使ってしまう。足場は早めになんとか倒して回復したいところですけども、ドクターのガードが硬くて、うわっ振りに行ったところに対空消費。おっと、今のは EX の空中出てましたね。投げられて、投げて、ここから、お、うまい。やば、設置したジェニーに引っかかる。怖じゃい。さあ、飲めないが、弾を避けつつゲージを溜めることができるので、そうですね、私はどうしても前に前に行かなきゃいけなくなっちゃいます、はい。さあ、光くらいの反応が早い。ここはちょっと暴発してしまう。ゲージを溜めてガードして、あー、D 投げ。これは状況は、さあ、やはりバクラゲージをかなり溜めに行くスタイル。コンボ入らず、イエスマンガードしている。またガード、あー、全部ガードしてるね。クラは壊しからアッシュはないんだな、多分でかいのが。おっと、大きい。これはアッシュがテイル投げ外して、今日テイル、今日テイル巡っていって、はい、で、バンバン、あーっと、切れている。遅らせ壊し、あれは当たるよな。当たりますね、あれは。はい、さあ、非常に冷静。ミスった後も冷静。勝利、おお、落ちるんだ。しっかり無敵ありそうですね。あ、そうなんですね。お、うまい。マナエ使ってしまう。投げに行ったところ、PC 出て、さあ、壊し、おー、まためくる。そう、今のはやばい。バーナーバーン、先がどこまで続くか。この辺で、あ、2ゲージ使う。ここは2ゲージを選択しましたね。完璧な選択。残り2割ない。ここは飲まない。壊しが刺さって、ショッツさんの処理。さあ、これでもう5人抜きですか。これダルドさん、そろそろ流れを止めたいところだが、オラオラ始めよう。この日は
まらず。いやもう僕は嬉しくて涙が止まりません。チームメイトが、はい、メッシュ馬ですね。この活躍は非常に嬉しい。初手でシェンウーを入れてくる。初手でシェンウーは珍しいというか、いないというか、やめた人がいるというか、折れた人がいるというか、止めにちょっと引っ掛けたいという意図が見えますね。まあ本来っていうとあれかもしれないですけど、ベニマルもあんまり先方、まあ確かにそう感じじゃないですよね。ゲーム欲しいキャラだと思うんですけども、おっとか、これをガードしてしまえば確定する。そして表繋がっている。フライングドリルから、あーっとランサー漏れる。しかし天然剣からは EXZ リキングダイに繋がらないので、ああなるほど、ちょっと安い。電気が通る。ジャンピールからさあ、ここで何をしてくるのかわからないの。感動でおーしっしる使っていく。ザギャン飛び、 C が当たって、おそらく投げ外しをしそうなんですね。投げが走る。これ思って壊し壊し壊し、バッチンしてたからゲージが溜まらないのがちょっと痛いですね。さあタクマももうちょっと頑張らないとドライブが溜まらない状況。ベニマルは投げが入ってしまえば凄まじい火力を誇る。飛びが刺さってしっかり居合いにしている。小足が届かないという判断ですね。なるほど。さあここは食さん粘りたいですね。おっと飛んでいる。これはこれランサー居合反応、残り1割半。エンディエンディ飛びにユーフォランド合わせている。判断が早い。早いですね。さあ、直線ベニマルがかなり活躍して、悪魔の体力残り3割、しかしドライゲージが変わっている。おっと、これは発動はいかない。漏らしてしまう。投げて、表、打たれている。おっと、問いが刺さってしまう。美味しいですね、これは直線がかなり美味しい。さあ、ドライブもパワーゲージも十分。あと1人しかいない。表強、おらーっと漏れているが当たっている。これは何が、ま、何を EX ですかね。あーなるほど。さあ逆二択投げて、マモキャラ許せねえと強気に。あー発動、これが決まればバンバン余裕で死にますね。うまい、高いやつを決めて、あこれはさあまだあるの、バンドを決めて、なるほど、これが減る。うますぎる。さあここで再びマッチョ KYF への登場。韓国側が残り9かな。そちらも多分それぐらいなんで、かなりいい勝負になってきてます。ちょうど食さんで同じぐらいになった感じ。こちら10人ですね。2名、あっとキャベツさんはどうなってんの。キャベツさんがやるかどうか、あーどっか行っちゃいましたね。デュオロン対ベニマル。さあ飛びは辛そうだな。デュオロン外して立っていったな。デュオロン、あうまい。とにかくかぶされたくないが、ここでコンボ決まってしまう。繋がっている。遅らせ壊しを選択、また繋がる。さあ6割奪われて、飛びが刺さるがダーキャンで追い返される。飛びに行く。
シャチで暴れていいです。あー、どうで暴れて中段。おっ と, とこれは漏れてしまったかな。当たる、ジャンプシリー。さあこの流れを覆すのはかなり難しいが、フォアジャイ、このキャラがいる。体力は満タンですね。さあ遠距離戦も中距離戦も、さあ相打ちから、さあ暴れている。オーバーシュートから裏ガードできない。どこで切れるかな。バンバン、まだまだある、まだあります、ね、はい、もうまあ別にどっちでもいいって感じ。なるほど、はい、これ死ぬかな。死にます。なるほど、はい。いやー、さすがにあの技だけはガードできないか。あれはしゃがんじゃダメみたいですね。もう最悪立ってなんとかガードしてくれっていう。しかし新現在飛び出されるが投げられている。そう、先ほど4本飲んでる。3つもうガードしてる。うまい、これはうまく強いで禁止が当たる。あー、防御力が下がってるから。これは序盤さあ逃げて、エンディエンディ、よくアウトしてるな。あー、今の打たなくてよかった。あー、前線を許して、おー、うまい。ここで、あー、うまい、うまい、二度飛び、読んでいる。あばれよ、うますぎる。当て身を完璧に読んでいた。二度飛びしてしっかり止まれる。しかも体力を見てゲージを使わずに NC か TC かで飛べてましたね、はい、あー、冷静。ジャッキーに当たられている。さあ遊撃支援遠さしりで取っ払って、飲む、これでも間に合う。確定しているない。ガールマタイ、さあゲージが食さん、これでゲージが溜まるから。あー、そこでガールを選択しっかりしている。そうで大将の空手ドライブがそろそろたまる。めくりをガードしている。さあキルはまだ実用ではない。空手これはコンボ入るわ。天気から倒しているが、これ切り返したのキム発動してしまう。ガキャン出て小脇が刺さって暴れ中段ガードしている。ガードして当たっているから何も出ない。発動、おっと、うまい。これが決まれば、あ、壊しからでもこれは行くの、行かない、さすがに行かないか。あー、行くかもしれない。行くっぽいから断熱で行った。これは行く。200だから。行けるか。200ですよね。倒しきります。あ、死ぬんだ。死にます。あ、はい、しっかりしている。なるほどね。やばい。さあなんと初期さんが 1,2,3,4,5,6,7,8 連勝。8連勝、8連勝、2周してしまう。これ井戸真似さんですね。さあ苦しい韓国勢、お相手するわ。挽回したいが始めよう。さあチームは変わらず、フェンスキングサイモン、井戸のマネージャーさん。さあ先ほどはかなりベニマルに選択させられていたんですが、そうですね、球が避けやすいんですかね。ベニマルはもう多分飛びの、ああなるほど、移動が本当に強いんでね。あ、いいな、ちょっと引っかかった。あ、しかしここはフェンスがノリノリで噛み合わせている。ジャンピリジャンピリ、ここはタイトルにならず。エンディ、さあ硬いセッタンガードしてチャンスを伺う。バルガードしっかりガードジャンピリ、エンディがアユキ、おっとぶっ放し、光る居合が引っかかって、ガーキャンガードして、居合反動から、イエキコレダー、ランスが居合反動、一
PK スクライドまで決めて、スペシャルが出ないが十分なダメージ。残り1ドロップ、飛び飛びから飛ばし、さあ最初かなり6割ぐらい奪われたのに、そこから挽回していく。飛びが刺さって壊し DX が反応、気合反応、ジャンプにエンディが繋がる。打っ放して DX のサマースカってしまう。空対空、ここは相打ちになってキングは勝利。体力はプルに回復している。体力はフルっぽいですね。ですね。さあ、あ、フルですね。フォアジャイが。さあ、ここは飲まない。投げられて。デノン、デノン、全然読んでいた。ここは発生している？してますね。してますか。デノン、デノンもしっかり読んでいましたね。ガジャン。テイルに間に合っている。空対空使って。うまい、うまい。これは本当出すとどれぐらい減るんだろう。あ、うわー、使っていく。DX のサプライズローブ決めて。この最終弾が100減るのかな。はい、1割ない。歩いて投げ。さあ、この勢いを止めるか、医療マネージャーさん。さあ、空手が出てきて、先ほどからコンボをかなり使っている。早めに近づいて倒したいところだが、ジャンプで当たる。攻撃当たって、そう、すぐ投げて引ったところに早めの投げ。しかしもうキングはゲージがないので思い切って乗っかかっていいと思うんですけど、乗っかかってはね、かなりキングも強い方なんで。そうですよね。まあ、うかつな飛び込みは危ないという判断なんでしょう。なるほど。ガードできない、使ってる破局陣が使って、オーケー当たる。これは逃げるじゃん、選択。残り1割ないぐらいですかね。そうですね、生当てはすごい減りますね。これは投げていくが、じゃあ投げかな。ピンチを盛りつけるよ。ピンチ確定、早い。あれ今ダッシュで金利が漏れてたから D 投げですよ。 C 投げ、C 投げの、あの漏れが弱いからですかね。なるほど。この組み合わせかなり個人的に空手有利だと思うんですけども。ですね。まあ、ただダイモンもワンチャンがあるので、まだ1回当たれば結構読んでいる。これでもうゲージがない。引っかかる。ジャンプシリ。ジャンプリ。あーっと。ここはゲージがないので、今度は安い。状況自体は空手から有利の状況だな。そうですね。おっと、間に合った。間に合った。ちょっと危ないかと思ったが間に合って、残り1割1点。終わるぐらいですね。ここ当たる。 EX 貢献、大胆な選択肢が当たってしゃがみ D までしっかり。あ、何もないんですか。スパキャンじゃないと何もキャンセルできないんで。ただ前提には対応できるってことですかね。今の微妙ですね。微妙ですか。硬直がものすごい。ああ、なるほどね。はい、タイミングによっては投げられると。じゃあマイクを一部さんに変わります。何このマイク。アイスクリームの植える部分がないじゃん。はい、ぶっ壊れました。ちゃんと声拾ってくれてんのか。さあ我らが食さんが、日本の食さんがね、はい、我らが倒してくれて、本当にもう9連勝ですよ。もう最後まで行ってくれるんじゃないかという。2、3、4、5、6、7、8、8、あ、今8かな。韓国の方は残りライフどんぐらいだ。待ってください。野村さんがこれで終わってしまって、あと3つで、これで1、2、3ですね。これはもう食産の全立てに、ジャパンの食産にね、はい、日本の食産に。ちょっと待って、さあ状況はキム有利。あー、めくりが見えづらいが中央に逃げて、まだあと1個ある。このままで行きたかったが後ろに下がる。ベニモノやっぱね、壁近いともうリターンが半端なくなるんでね。
なるべく外で戦いたい。しかし追いやったー、普段我慢できず死ぬまでやられると。稲村さんあと1個あります。失礼しました。だろう、はい、なんで1、2、3、4、5。さあだからもうとてつもない状況判断からコンボ決めてるフォアが耐久取っていく。しっかり遅い耐久でもしっかり無敵があるんだと、あるんだぞというアピールしてて、おっとこれはまあまあ生き切ればもちろん行ってしまうわ。さあ1ゲームかな。なるほど、ここでね、ほんと殺すのが重要なんでね、このゲーム何が起こるかわからない。絶対に殺さなきゃいけない。ゲージ残すよりね、体力残した方がね、ガードしてればゲージ溜まるんで、はい、そうですね、絶対いいですね。さあ、ドライブを全て吐き切ったが飲む。さあ、ゲージがいっぱいある方は、おっと、後ろが当たるが、バルされると思い、コンボに行けない。さあ、今日のターンだが、こうやって我慢する。投げられて。さあ、しっかりガード。おっと、これはあーって歪んだが、コンボには行けず。私にかぼしすらエンジン。さあフォアのラスが止まらない。割れる。さあたまらず、これはかなり思ってたて。おおまん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 から、あとさすがに次はイケズしかし2ゲーム200ぐらい減るんですかね。やっぱ結構減る。これで勝ちますか。はい、減ってしまう。そんなに好きねえんだよっつって、酒の吹きはそんなねえから攻撃当たっちゃうよって言って、とんでもないリターンを取りましたね。スラが下段ですからね。そうですね、あれ当たっちゃう。なんか遅めにタックルかかるからね、ちょっとヒットかけにっぽくなるのをやめてほしいですよ。本当にやめてほしい。さあ出てくるはアッシュクリムゾン。日本では非常にあまり強くないキャラと言われている。はい、しかしやはり攻めの選択肢が非常にね、うまいんで、ほうほうほう、アスラをかなり溜めて相手を焦らせるスタイルで。なるほど、確かにギリギリしてますね。はい、さあフォアは歪んでいるが、おしっかり、これはかなりいい働きをしましたね。はい、ゲージを温存して、しかしこれは多分空手側にゲージがいっぱいあると多分何でも EX セリフが上がって、まあ、そうなものなので、ちょっとまだ1ゲージじゃない、まだ打てないですね。この技投げて、この技トキさんの方はフィールドライブがあるので、なんか刺さったら行ってしまう。あーギリギリ間に合う。対する足側もねフィールドラあるんで、足に行けばっていうところですね。そうですね、足のコンボやっぱ減るんで。さあしかし足ゲージがほとんどなくなってきて、対する高尾は3ゲージ絡めた。3ゲージで全て許す。ガメシこれ、わーっと気になっている走りを、これを落とさなければ、お疲れ様になりました。あっと、そっか、これは危ないのか。さあもちろん足側もネオマや EX 流行を警戒している。やっぱり打った EX の、そうですね、まあ、さあ、いやー初期さん負けてしまいましたが、1、2、3、4、5、6、7、8、8ですね、8連勝。